今さえ良ければ先もどうなっても構わないという人がいますね。自分さえ良ければ子供はどうなっても構わない、家族さえ良ければ他人はどうなっても構わない、自国さえ良ければ他国はどうなっても構わない。例えばもし神主が自分のことだけ祈ってたとしたらどうでしょうか。私だけでいいんです、幸せにしてください。毎朝5時に起きて全国の神主が自分のことだけお願いします。そこを参拝しますか。しないでしょ。じゃあ聞きますよ。もし全国の神主が自分のことしか祈ってなかったら我が国はこんなに長く続いてたでしょうか。続いてた？続いてない。続いてないね。じゃあ聞きますよ。どういう関連性があるんですか。何の関連性があるんですか。ないんです。でもそう皆さんは感じてるんです。これが自分の在り方です。これを明確にすることです。世のため人のために力尽くすことこそこの世を長く続ける、みんなが幸せになるっていうことを自分の在り方にドーンと置くんです。そしたらね、さっき言った自分のことだけ、家族のことだけ、自国のことだけやらないんです。じゃあこの神主はね、何を祈ってるか、どんな祈りをしているか、こう言ってます。世界人類が平和でありますように。あるでしょ、神社に行ったら。世界ですよ、日本じゃないんですよ。日本人じゃないんで、人類です。すごいでしょね。だから皆さんもそういう気持ちで生きるってことです。弱いもの見つけたらいじめる。弱いものっていうのはね、問題を起こすできない人だってするんです。できないからっていじめる、ダメですね。日本人に生まれてよかったと思いませんね。思いません。この素晴らしい日本の精神に誇りを持ってませんか。持ってるでしょ。では聞きます。この日本人らしさは誰が作りましたか。あなたですか。むしろ私たちは戦後70年でこの日本人らしさを壊そうとしています。この間除夜の鐘がうるさいから鳴らすなって言ったんです。全国で百何十箇所除夜の鐘が鳴らなかったんです。うるさい、賛成って言う人いないですよね。こんなの学び来る人たちばっかり、徳が高い人ばっかり。だから私に関係ないと思ってるでしょう。除夜の鐘を鳴らしたらうるさいとね、除夜の鐘がうるさいから鳴らすのをやめろというのも言っても許される社会を私たちが作ってます。違いますか。それを言っても許される社会を私たちが作ってるんです。これが100年前だったら村八分ですよ。それを私たちが作ってるんですでしょ。このままでいいんですか。本当昔は玄関開けたら神様がいっぱいいたんです。こういう丸い石に水神とか書いてるやつとかいっぱいあったでしょ、ね、車にはしめ縄を つけたりとか、ね、でもどんどん神様なくなっているんですよ。そのうち神社もなくなりますから、そして神主もいなくなるんです、ね、自分のことだけ祈る神主すらいなくなるんです。いいんですか本当に、ね、それがあるんですね。